ちょっとお金を取り戻してほしいという人がいるみたいなんで。はい。あ、もしもし。もしもし。はい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 。はい。えっと、お金を取り戻してほしいということで。あ、そうです。はい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 。えっと、どういう経緯でお金を貸してしまったんですかえーっと、ちょっとであの出会い系サイトで。で。えーっと、<laughs> はいはい、そうなんですよ、出会い系サイトで。はい、と、なんかそういうちょっと。 まあ、いい出会いでもあればなってちょっと思ってたんですけど、ちょっとまあ、ちょっと遊び半分って感じですけど。はいはい、出会い,系いでそれでなんか、何でなんなんだアプリです<ん>かで、ちなみに。あなんだっけ遊ぼうみたいな。遊ぼう。ぼうってやつ。ははあるね。ローマ字で多分遊ぼうだよね。うん。それの、それが、それで、なんかメールが来て、なんか相談がありますって言って、なんかちょっと困ってますって言って、一度会いませんかっていうことで、近くまでも車で来るって言って、ああ、じゃ じゃ,あい,い,じゃあいいですよって言って、で、あったんですよね。うん,う,んう,んうん。あったら、なんか、んか子供が一緒にいて、子供いるって知らなかったんですけど、んえ、出会い系されたら実際にリアルに会ったんですかあ、ありました。はいはいはい。はい、会って、それで、なんか、まあ、それ、もうそれでちょっとお金貸してほしいって話だったんですよね。結局えっと、まだで、え、出会い系で知られた女性と実際に会うと、子供がいて、お金に困ってるって言われたってことそう,、ね、そうです。 コンビニのとこであって、うん、それで、すごいおか子供もお腹減って、すごい生活が苦しくて、今、えー、今、まさに本当、大変ですみたいな感じなで。本当に目の前にじゃあ子供がいたってこといました、いました。女の子で小学生ぐらい。はい,はい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 。で、いて、それですごいちょっと、まあお、お金貸すってちょっと知らん人だったんで、また、うん、知らん人なんで、さすがに迷いましたけど、いろいろちょっと、まあ、 確かにちょっと可哀想だなと思って思ま。まあ子供がいたらね。うん、えでいくら貸しちゃったの、うん？結局4万円を貸したんですよね。4万円貸してしまったと。でも一応そのただっていうわけじゃなくて、うん、担保として一応その人のえっ、ー、とあ借用書を書いてもらって。ほうほうほう。そして運転免許証のコピー、あと障害して障害者手帳のコピー、あと一応その人の車で自宅まであ 連れててて行っっもらってあの玄関の鍵を開けるところまで、うん、自宅を自宅をち,ょっととちゃんと見させてもらってっていうところまでしてもらってお金を貸しましたーはーははあ、はあ、なるほどねちゃんとしてると障害者のたいですね <laughs> なんかそれで、えーまあまあ、仕事もしてるしっていうこと聞いてた聞いたんでいろんな条件をつけて結局貸したんですよ うんうん、自宅も知ってるし借用書も書いたし、うん、その時、うん、借用書書,いておけば書かしておけば大丈夫だろうと思ってたんですよね。ははいいで,でも後々で,で結局気づいたことは、はい、その人は結局仕事してなかった無職だったと無職はいその人が言うには何かあまあ僕と最初に会った時はまたやってた。 っって言って言たんですよその後すぐ辞めたみたいなこと言ってたんですけどえ無職で娘を育ててるってことなんですかなんか何でしたっけねまあいやいやまあそれで結局どうなったんお金はこれは一応4枚のうち、はい、あの振り込みであの、はい、えそうですね合計で1万5千円返してもらった 1>, 1万5千円返してもらったんやはいはいそいで,、ね、で残り2万5千円残ってたんですけど、うん、本当に僕が のの LINE のノートに編集してすごい分かりやすくしてなんかこの時期に関変す、はい、なんからいろいろ計画立ててちなみに体の関係はないんですか,かあって4万円貸して終わったんですかその日何もないです正直言って全くそういうふうなメディア見れないようなぐらいの感じの人だった <laughs> ああまあまあ年もいってるってことかなお母さんみたいな感じだったってことそ、ね、そそうそう,そう 1> でまあ1あ5000円返してもらってはい それで、はい、ある日急にすごいなんかあの切羽詰まった感じでお話してきて、はいはい、LINE が来て通話もしてきて、はい、お金をお金を貸してくださいって言って、お金自体は、はい、実は言うとお金貸した次の日にさらに再実はさらに催促してきたんですけどねはい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 、はい、お金貸したのは7月の頭ぐらいですけどまあじゃあまたお金貸してくださいって言われてど,どうしたのそれをはい、はい、そっからずーっと答え続けてたんですけど今、はい 今回に限っては、お金を貸さなければ、今、はい、今返してないものは、今のお金は返さない、残りのお金は返さないって言い始めて <laughs> か、かなり強引な手段でやってきて <laughs>、ちょっと困ったなと思って、それはだめ <laughs> っていうことで。なるほどね。んか残りの2万5千円を返してほしければ、またお金を貸せって言われてるわけが今 <laughs>、絶対返す気ないじゃん <laughs>。そういうことなんですよ。はい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 、なるほどね。 それはもう家行って頭壊すしかないよねそれね。<laughs> そうですね。<当>なるほどね。はいはいはい。あでそのこれはどうしたらいいのその人と話せばいいの<は>いそ,そうですね一応。はい。えーっと。 その人と約束というかおはこれこれさんとお話しするってこと、うん、まあ一応これからさんのことは私の知り合いっていう感じでお話をしてるんですけど <laughs> 一応流れとしてはこれこれさんが仮にお金を貸すよぐらいの感じの感じです <laughs> あ<ー>す相手を呼び出すためのまあ餌みたいな感じで、うん、そう俺がお金を貸す人っていうことで相手に紹介してくれるあ今ツアーできますかょっと相手いやでもね正直な話言うと、はい、これねあのー はい、うんちょっと言い方あれなんですけど障害者の人って結構なんか優遇されるというか何、はいはい、ですかね、まあ、そういうことをしてたとしてもなかなかこうなんかお金を取り戻すことは難しいみたいなのは結構あったりするんですよね実際問題はいはい、うん、まあじゃあとりあえず通話に入れてもらっていいですかもしもしはいはいはいあ来ましたか、はいはいはい、あ来たのねえっ、ー、と何で言ったらいいんだろう あ、来てましたね。あ、もしもし。はい。はいはいはい。えっと、はじめまして。はじめまして。あ、一応話は聞いてます。ある程度。はい。はいはいはい。えっと、お金を貸してほしいってことですかね。はい。あ、いくらぐらいなんすかいくらい、いくらぐらいまで始れますかあ、ひとまずそれいくらか聞きたいんですけども。えっと、5万ぐらいあたりかなと思って。5万ぐらいですか うんはい、えちなみにそれは5万円はいくらぐらいに返済する予定でしょうかで今,年今,今年は、あの、返す人一本で来年になってしまうんですけど。来年ですかはい。あ、すみません、失礼ですが、お仕事は何もされてないということですかね。はい。じゃあ、貸せるわけねえだろ。てか、お前、人から借りた金返せよ、まず。2万5千円を、こいつに。そもそもが。まず、それ返してからやろ、借りるにしても。 なんでお前それも返さないで人になんかお金借りようとしてんだよ。でしかもさ自分の娘が何か使って人騙してんだろう。マジでお前人としてありえないよ。えそれが言いたいために電話し、電話し来たんですか。うん、そうだよ。あのマジでお前はもう出会い系でそういうことをやってるってことでこっちらあのもう注意喚起で拡散しようからね。本当に。えいいいじゃねえよお前。人から借り,借りた金まず返せよ。じゃあ、娘使ってやってんじゃねえよ。 ほんとごはんないんですもん。あれ俺名前が。ほんとごはんないんですもん。ごはんがないうん。うん。じゃあ働けよ。いや、病気なんで。働けないのじゃあ生活保護を受けたらどうですかいや、嫌です。エビデンス嫌です。それはなぜですかいや、なんでも。いや、なんでもってさ、その子供みたいなこと言,言わないでください。自分の娘を食わせるんだったら生活保護を受けた方が良くないですか そんな話だと切りますね。はいそんな話だと切りますね。いや、お金は別に貸すつもりあるんですよ。ただ、じゃこの人にんでお金を返さないんですか ?2 万、はい、5000円。いや、返しますよ。いつまでに。え、2月に、二月までに。今年の2月ですかあ、じゃあ今あ来年の2月。はい。それはどうやってお金を稼いで返すんですかああ、子供の児童手当で。 子供の自由、どう手当の分を、この人に返すんですか。はい、うん、皆様、そ君、な、なぜ働けないんですか、あなたは。あの、病気なんですよ。なんていう病気なんですか。糖尿とメニエールと。糖尿病。うち病はい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 。む、無ルそれで。メニエール。メニエール。メニエール、めまいがするやつです。へえ、はいはいはい。 それ,でそれで一応障害者のあのあれがあるんですよねそうそうそうでそれでなんで生活保護を受けないのかちょっとよくわかんないんですけどあの別に正当な権利なんで受けたらとするんいや昔親が受け取って小さい頃いやもうどうでもいいんで普通に生活保護を受けたらどうすかってそのなんか娘を壊していくためにえこんな出会い系とかで人騙しないで生活保護を受けたらどうすかって 考えていきます、はい、あ,のあなたが出会い系であのこれ以上人と言と騙さないようにあなたの情報は拡散させていただきます。なんでいやいやだってあなたまた同じことするでしょ。んか拡散とかやめてくれません。じゃあもう同じことしない。じゃあ返しまっていいですかお金を。返しますよ2月までに。はい。で2月までに返すと。はい。で同じこともしない。 はいあ。じゃあ、出会い系で娘を使ってお金貸してくださいっていうことはもう二度としないってことでいいんですね。はい。はいはいはい。この男性に言うことあるんじゃないのあ、すいません。なんかおめえ、2万五千円返して欲しかったらまたお金貸せみたいなの言ってんだろはい。ありえないでしょ、そんなの。はい。うん。まあ、ということらしいです。男性の方は、あのに、来年の2月までに返さしてるです、2万五千円。はい。あ、でも一応、借用書には、 一応、12月までっていうのか、今年までっていうのを一応、借用書に書いたんですよね。それを、その、2月までって勝手に言ってるだけです、これは。言っんやなゆきさん2月まで待ってくれって。なんで上から目線なのお前、人からお金借りてる身分だぞ。何いいじゃないですか、2月まで待ってくれてって。じゃあ、なんでお前、借用書に。 じゃあなんで最初から12月って書いたんだよでいや言ってない言ってないよ言いますよ裕一さん。って,っていうか10月に児童手当入るみたいですけどあなたの話は今度は10月に児童手当入るんですけどなんで10月には支払えないんですか ?10 月払いますよ10月あ10月でいいんですね ?10 月払いますようん先ほどなんかあの2月まで待てみたいなこと言ってましたけどじゃあ10月でいいってことですね ?10 月払いますよ あのどれぐらい入れるかも分かりませんけどお子さんは小学生とかですかあ10歳です10歳うんまあもうそういうことやめて普通に生活保護を受けてください本当に子供がかわいそうなんで、はい、なんかもう聞いてて胸が苦しいんで、はい、そういうことに使わないでください子供をさ出会い系のよう分からんさ人に会うときにさ子供と一緒に行って。 まあ金がなくて極限状態でそうやってやってるかもしれんけどさ、まあ、生活保護を受けれるでしょう、うん、ひとまずそれやりましょうよはいはい、まあ、じゃあひとまず生活保護の申請を1週間以内しなかったらあなたの情報を拡散しますインターネットに何ですかなぜかって同じことをするからですで同じことをするからです,い,ですいや犯罪じゃないです別に同じことをするからですだからそれはじゃあしなんかそれやればいいだけの話じゃないですか1週間あればできるでしょう それは犯罪でしょ。<laughs> いや、あなたがそれで出会い系サイトで危ない人がいるっていうのを拡散するの、な何の犯罪になるんですか名前出すんですよ。別に名前は出しませんよ。ただ、こういう人がいますって言ってるだけじゃないですか。わかりましたはいお。お金はいつ貸してくれるんですか <laughs> え <laughs> お金ですかはい。 えっと、お5万円ですかはい。話聞いてた何すかお前話聞いてんしょ。聞いてますよ。貸,す貸してあげるって言って、お金はなしですかお金がなしかだってはい。なしに決まってんだろあほか。え、貸してくないですかだから話聞いて。 貸し口言うじゃないか、さっき。だから、あ,だからあなたは今、まずね、人にお金を借りる立場ではないの。それなぜかっていうと、この男性に2万5千円払ってないじゃないですか、借りた分を。今僕がじゃあ5万円払って、ね、その5万円じゃあ返ってくる保証がないじゃないですか。もうすでに、だってあなた2万5千円借金してんのに。うわ、切れたんだ。もうこれクソだね。出ましたね。これクソです、ねあの。ていうかこれ話した時点でわからなかったの、君はなんか。 あ最初はちょっと今日ちょっと多分ラリーってますねかなりああ今ラリーってだけでふ <laughs> 普通の時はちょっと違うんだもうちょっとちゃんと話ができるだから<ー>ただちょっとね申し訳ないというか俺,俺,俺,俺みたいな人間がこういうことこういう人に引っかかってしまったら図に乗るじゃないですかそはしたらこういう,あこう人って簡単に騙せるんだっつってまた次の被害者が出,出てしまうかうんこれじゃあどこの地区なんか地方がだけちょっと教えてもらっていいですか、うん 愛媛県ですね <laughs> 愛媛でこんなことが起きてんのかよまあ遊ぼうというところのアプリで知り合ったえこちらの女性ねはい愛媛県でまあ子供を使ってですねお金をまあ貸してもらい返さないでいる母親がいると。